核問題をめぐり、米朝の直接協議が行われるかどうかが注目されていますが、アメリカ国務省は北朝鮮外務省のリ軍米州局長の入国を認め、ビザを発給すると発表しました。国務省は16日、北朝鮮のリ局長が今月下旬にニューヨークなどで開かれる民間団体主催の会合に参加するため、入国ビザの発給を認めたと発表しました。リ局長の訪米中にアメリカ政府側が接触する可能性があります。一方、蔡奇アジア大洋州局長は16日、国務省で北朝鮮問題について協議しました。アメリカ側からは、ソン・キム6カ国協議担当特使を中心に、米朝の直接協議に向けた地ならしを行っていると説明がありました。アメリカ政府は最終的にボズワース特別代表を平壌に派遣する形で直接協議を行う意向ですが、日程はまだ固まっていないということです。